で次は8番目、炭酸カルシウム結晶になります。でえーまあ、これはあの、まあ、色は無色で、えー無えー、無症性の下流状、または、えーまあ、球小球状、ビスケット状の、まあ、結晶になります。でこれは、えーまあ、比較的アルカリの方の,あの尿で、えー、認められやすいですで。中性尿でも認められます。でえーまあ、溶解するためにはこの塩酸とか酢酸,酸。 をあの加えてやって、えー、他の結晶と違うのはあの気泡を生じて、えーまあ、溶解すると。この気泡というのはもちろんあの二酸化炭素になります。で、えー、これの画像があ、まあ、続きですが、えーまあ、こちらですね、炭酸カルシウム結晶ですね、無色から開発色調で、えー、これちょっとあの鉄アレっぽい、えーまあ、形を示した結晶になります。 えとまあ、酢酸とか塩酸で、まあ、気泡を酸性させながら、まあ、溶解しますとで、えー。こちらも炭酸カルシウム結晶、まあ、無色から若干ちょっと開発、まあ、色調で、えーまあ、鉄アレ状を示しています。